ゆっばーん。どうも、ゆばんです。どうも、ゆなたんです。はい、今日は知らない問題になると解けなくなる理由ですよね。知らない問題解けないの当たり前やんって突っ込まれそうですね。そうですね。でも入試問題は、ね、基本的にやっぱ初見の問題だったりとか、うん、初めて見る問題なので、うん、まあ、この動画ですね、今回お話しすることがですね、まあ、いわゆるこう偏差値アップのまあすごい境目になるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひですね、見てほしいなと思います。でやっぱこれよくある受験生の悩みですよね。なんか例えば数学の問題集、これはできると、でも模試とかなんか過去問やってると全然解けなくなるっていうのってよくある問題だと思うんですけれども、ね、うん、私もよくありましたね。僕もそうですね。なんか文法書はできるけど、うん、模試になるとできない、うん、で後で答え見たら、あ、これこれ知ってる知ってるみたいな、あ、たあ、やったあったみたいな、あ、そうやって使うんかみたいな、ね、そうなんですよね。よくありますよね。あるね。これなんでかっていうことですよね。どうやったらいいかっていうことだと思うんですけど、うん、はい、なんだろうな、まあ、1個は多分原因ね、そうなっちゃう原因は、まず1個やっぱあるのは丸暗記で終わってるんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、公式をそのまま覚えたりとか、英単語そのまま覚えたり、文法用語覚えたりっていうのは、うんうんうん、まあ、もちろん今の時期、春の時期でどんどんやっていてほしいことではあるんですけれども、うん、はい、例えば偏差値70を目指したいとか、うん、難関大5を目指したいっていう場合っていうのは、うん、それだけじゃ足りないっていうことなんですよ ね、 そうだね、うん、でそれに必要なのっていうのは、うん、私たちが伝えたい、その身につけてほしい基本的な基礎学力っていうのって、うん、単なる丸暗記では終わらないんですよね。そうだね、うん、で覚えたことをどうやって使っていくのかっていうことを自分で説明できるようになるレベル、そうね、うん、数学だったらその微分積分ってそもそもどういうものなんとか、うん、三角関数って何なんとかっていうことを説明できるかなっていうことなんですよね、うん、偏差値70までその正式がかる受験生のそれが説明できるようになってるんですよ。例えば英語とかだったら、そうだな、ね、英語だったら例えばまあ文法とかも結局ね、まあ、あの4択問題をパッパッパって1番これ2番これっていうだけでは絶対ダメで、うん、なぜこれが正解になるのかっていうことをちゃんと文法的なルールだったりとか、そのね、まあ、普遍的なこう公式に沿ってやっぱ考えて、そして説明できるようになるまであのやってほしくて、それができなかったら結局初見の問題に応用できない、うん、公式だったら覚える、単に覚えて基本的な計算問題というのは覚えるだけで解けるんですけど、うん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 、じゃあ応用された時にどういう場面で使うものなのかとか、うんうん、その公式にはどういう意味があるのかとかっていうことを説明できるっていう力ってことですよね、うん、でこれが私たちがその受験指導を教わっている南極老人ですよね、うん、が毎回というかこうすごく強調して寄せていることで、うん、とにかくその基礎力が身についている、その本質的なところまで理解が含まっている受験生っていうのはもう勝手に勉強するだけで成績上がって受かっていくって、うん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 、そうだね。だからね、うん、やっぱ予備校の授業とかがこの授業だけ聞いてもなかなか、まあそれで上がる人もいるし、うん、でも上がらない人もやっぱいるし、うん、参考書勉強しても上がる人上がらない人いるんだけど、うん、その一つのやっぱ決定的なポイントって、そういうふうに基礎知識とか、まあ、何か勉強した時にちゃんと自分の頭で考えて深めていけるかどうかっていうところがすごく重要だと思うんですよ、うんうんうん、なんていうのかな、まあ、今ってやっぱりこう予備学校もね、もう授業も例えば YouTube で見れてしまったりとか、うんうん、すごく情報を参考書も分かりやすいの多いがゆえに、うんうん、そこ深く突っ込んで考えるっていうの、自分の頭でちゃんと考えるっていうことが、そうですよね、まあ、できにくくなってるなっていうのはすごく感じますね、うん、まあ、すぐに調べて、あ、分かったって言って満足してしまったりとか、まあ、情報が多いっていう良さもあるけれども、うん、多いがゆえにいっぱい仕入れて、それが深く入り込む前にまた次の情報、次の情報って、うんうんうん、その何を選べばいいのかも分からないという状態になってしまうと、うん、なかなか深くその感覚まで落とし込んでいくということはやりづらい状況には逆になってしまっていると思うんですよ ね、 そうですね、うん、だからまあ塾では一冊の教材をちゃんともう完璧にして、それをもうバイブルにしろと、バイブルの聖書のようにもうこの一冊でもう物理は大丈夫とか、この一冊で数学の基礎はもうバッチリ大丈夫っていうふうにやってほしいので、あんまり分厚い参考書はね向いてないから、薄い参考書でいいから、その一つ一つの問題、知識、公式、解法っていうのを深く落とし込んでいこうということを教えてるんですけど、それができれば初見の問題見た時に、あ、この問題ってこれができたらいいんだな、要はツボが分かるというか、この問題ってこの知識とこの知識とこの考え方があれば解けるなっていうのが分かってくるんですよね、うんうんうん、それができると初見の問題とか初めて見るような問題見てもその本質を見抜くことができるようになるということですよね、うんうん、だから南極老人がよくおっしゃってるんですけど、全てのまあ問題とかあと難問ってさ、結局そのあこれ初めて見るっていう問題も解説見たら分かったりするんですよね、うんうんうん、あこれかと、つまり表面というか表現が違ってて、うんうん、本質は一緒、うん、これをまあよくお化粧してるというふうに言ってるんですね、うん、東大とか京大の問題でも解説を理解することって全然難しくないです、うん、いや見たことある人は分かるとは思うんですけれども、うん、ただその初めて見た問題で自分の基礎を応用していくっていうところで壁がやっぱり大きくなってしまう、うんうんうん、
まあ、そのために本当の基礎力を身につけていくために、うん、まあ、最初にやってほしいことっていうのは、うん、まあ、これはありきたりなんですけど、まず基本の暗記なんですね。ちゃんとしてほしいね、うん、例えば、うん、名詞の基本的働きはって言われたら、仕事をしの目的を前進目的を保護っていうのをもう瞬時に言えるようになるとか、うん、三角関数の基本公式、二倍角の公式全部言えるみたいな、サイン 2α イコール2サイン α コサイン α 全部もうすらすら出てくるっていう状態、うん、でこれが何のハードルもなく出てくるようになるレベルまでなった時に本当の基礎力、深い理解って始まっていくんですよね、うん、それ完璧に、うん、覚えてない状態っていうのはなかなか基礎が深まっていかない、うん、だからまずは基本の一冊を反復して完成をさせましょう、うん、でその後が重要ですね。後が重要。その後、そのどうやって深めていくかっていうのって、うん、なかなかパッて聞いただけではつかみにくかったりとか、自分だけでは進められない苦手科目だったりすると、自分だけでは進められない場合もあると。だからその感覚を持ってる人に教えてもらうっていうのが一番早いんですよね、うん、だから超有名進学校出身の、まあ、学生っていうのって偏差値ね、もう自分で勉強してるだけで兄弟受かったりとかってするじゃないですか、うんうんうん、それはもともとも周りにそういう深く突き詰めていったりとか、数学の偏差値が70の学生が周りにいっぱいいて、その感覚も当たり前になってるから自分でその勝手にその深めていく力が身についてるんですけど、まあそうじゃない場合、その感覚を今までにその吸収したりとか、その得得するような環境じゃなかった場合っていうのは、いっぱい教えてもらったり、じゃあそもそもこれってどういう意味で突っ込んでもらいながら深めていくっていうプロセスが必要ですよね。そうですね、うん、まあ、最近通信でも、まあ、うちでやってる通信コースっていうのもちょっと実験的にやってるのが、まあ、今言ってもらったみたいにこうちゃんと基礎が分かってんのかっていうことをこう突っ込むっていうことをですね、まあ、Zoom っていうのをこう音声アプリ使って、あの秘伝コースっていう通信の中の、そういった子たちにこう教えてたりするんですけど、うん、これ、ね、名詞の基本的働き分かる？大丈夫？ING の形だったら何になるみたいな、うん、進行形同名詞記現在分詞形容詞法分子構文だと、じゃあ現在分詞形容詞法ってどういう場面で使うの、ちょっと例文言ってみとか、その言ってる分かるみたいな、形容詞って要は名詞修飾とか、ね、保護になるよね、名詞修飾ってどういうことみたいなっていうことを結構こう、うん、キャッチボールしながら聞いてってるんですよね、うん、そしたらやっぱ分かるところもあるけど、こうあそれ確かに分からんなとか、うんうんうん、なんか詰まったりするんですよ、うんうん、詰まるってことはそこがまだ完全にやっぱ理解してなかったりとか、知識をちゃんと覚えられてないっていう部分だから、そういうところじゃ あここ自分分かってなかったなと思ったらもう一回やり直して深めていくっていうことを今やってるんですけど、基礎ってもうそれぐらい、基礎を完璧にするっていうのは単純に暗記することじゃなくて、暗記と理解もちゃんとセットでやっていくっていうことなので、それはやっぱ使いこなせるようになるためには暗記と理解セットでちゃんと覚えていかないといけないというのがあるんで、うん、まあ、通信では最近そういうことやってたりとか、それを問いかけるような音声とかも今撮ってて、少しずつ配っていったりとかもしようかなと思ってるんですけど、そういうふうに偏差値70の人が勉強するときに何気なくどう考えて、ここは気になってて、どこまで突っ込んでいるのかっていうのって、これ感覚的な部分なので、うん、結構ね表現しづらいかったりとか、ね、知りづらかったりするんですけど、うん、僕らがそういった例えば数学こうやって考えて、こうやってこうやって帰って考えてるよっていうのを、まあいろいろこうブツブツ喋りながら、その音声聞いてもらいながら、ね、その考え方をコピーするみたいな、思考回路をコピーするっていうことをやってもらったりしてるんですけど、まあ、例えばそうするのはすごくおすすめですよね。うん、なんでそんな感じで、まあ基礎力をちゃんと身につけてもらえればどんどん応用できると思うので、そんな感じでまず基礎知識をしっかり固めて暗記して理解していくと、それを使いこなせるレベルまで持っていくということを、まあやってもらえるといいんじゃないかなと、はい、いうことですね。はい、ということで本物の基礎力を見つければ知らない問題でも解けるようになる、うん、ということで、まずはですね、今できることは一冊の教材を完璧にどこを聞かれてもスラスラ答えられるようになるという状態、まずはこの4、5、6月ですね、作っていくようにしていきましょう。それではですね、この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。よろしく。はい、LINE アットでも得な情報や無料プレゼントを行っていますので、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、見てね。ユナタンチャンネルも登録をしてない人はいないと思うけどお願いします。はい、はい、あと通信コースですね、今現在ですね、あの募集してるんですけど、2週間お試しで参加することもできるので、さっき言った音声だったりとか、まあ、勉強法の部分とかモチベーション上がる音声ですね、いっぱい毎日配信してるんで、そちらも興味ある方はぜひチェックしてください。チェックしてください。はい、はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。